特に中国人留学生ですが、彼らが日本でアルバイト等で得た給与に対して、所得税が非課税になっています。しかも中国には日本にいる限り、日本にいる中国人は国防動員法によって中国のために戦わなければならない。土地は買われ、環境は壊され、このような現状をどう思われますか？はい。いやね、もうおっしゃる通りですよ。中国人の留学生に優遇する必要は一切ありませんということですね。はい、小野さん、小野さんの質問でもありましたよね。もうその通りだと思います。ね、それで公明党の支援受けずにやるってね、立派ですよ。党は違うけど、彼女はすごく立派だと思っています。はい。あんまり言うとね、岡山の候補に怒られちゃうけど。はい。その通りですよ。で、我々はもう外国人留学生にお金なんか一円も渡さなくていいと思ってます。はい。でね、ODA とかもね、もう全部やめたらいいし、返してもらってもいいぐらいですよ、金利をつけて。ね、なんで中国にだらだらだら ODA やってたかっていうと、その何割かがキックバックで政治家のところに返ってくるからですよ。そういう仕組みになるからでしょ。ね、なんで我々のそういう税金とかね、特別会計使って外国に金まいてキックバックもらってんですかって話ですよ。ね、だから今のカジノとかあるでしょ、あれも同じような仕組みだと思いませんか皆さん。ね、カジノで経済が活性化するとか無理やりな数式作って、ね、そして何百億もですね税金投入して作って国民儲かりませんよカジノなんかで。ね、それからソーラーパネル、メガソーラーとかもやってるけど、ソーラーパネル中国に金流れるでしょ。やめてください。あともっと言いましょう、外国人に生活保護を上げるのもやめましょう。はい、お金がなくなった人は飛行機代だけ全部出してあげるから帰ってください。当たり前じゃないですか。そんなの国民の生活保護ってね、年金よりも高いんですよ。そうでしょ。なんで真面目に働いて、ね、社会保険料払ってきたお年寄りが数万円しかもらえないのに外国人が十数万円ももらってんすか。しかもね、本国にいる子供が生まれたらその養育費も一部出たりするでしょ。アホだって話ですよそんなの。ね、人口が減ったからもっと増やして挙げ句の果てに3世紀上げましょうって言ってるんですよ。そんなの王国の道ですよ。もう世界85カ国ぐらい回ってる。死ぬまでに200カ国全部回りたいと思ってるぐらい外国の人と交流したり話するの好きです。だからね、ワクチンパスポートさえなくなればですね、またちょくちょく海外に行きたいと思っています。だから僕は全く排外主義ではありません。別に国粋主義で、ね、日本人が偉くて外国人がダメだと言ってるんではない。ただ日本は日本人の国なんです。今まではお金があったかのように見えて、ね、だから豊かだからね、それぐらい協力しましょう、国際協力しましょうとかって言って国民の税金を垂れ流したわけでしょ。もう今日本豊かじゃないんですよ残念ながら。ね、そんなの外国人や外国政府に渡してるお金はもうない。そのお金があるんだったら日本人や日本の子供たちにお金を使いましょう。賛成党はそこを明確に言ってますから。はい、そこね、かなり右です。はい、で、まあ、外国人の人から怒れるかもしれないけど、それだったら自分の国帰れって話なんですよ。ね、だって我々日本人が外国に行って政治に参加させろとか、社会を生活を送れとか言いますか。言わないでしょう日本人は。ね、だからいや、もうそれカットすればいいんですよ。はい、